長崎市立図書館は、長崎県長崎市にある市立の公共図書館である。2008年1月5日、長崎市高前町の新高前小学校跡地に、開館した。長崎駅、県庁、市役所、繁華街などから近い市の中心部、高台のオフィス街に位置する。この図書館の開館まで、日本の都道府県庁所在地の内長崎市のみが、市立図書館を持たなかった。 この図書館の開館により、これまで長崎市の公民館図書室の中心となってきた長崎市図書センターは休館となった。開館後は1年間で入館者数118万人、貸出者冊数163万点を記録している。長崎市立図書館は日本で4番目、九州では初めて PFI 方式で建設された図書館である。入札には三菱商事グループ、 九州電力グループ、鹿島 TRC グループの3社が参加し、鹿島 TRC グループが落札した。総事業費は約103億円となっており、これは三菱商事グループや九州電力グループのプランとは20億円近い差があった。建設、運営については、鹿島建設、上滝、長崎図書の本共同組合、図書館流通センター、富士通、 太平ビルサービス、長崎美子教サービス、西日本菱絵、高山、三菱自所設計、安井建設設計事務所によって、特別目的会社、長崎クロスライブラリーを設立、これに当たっている。図書館の運営については、図書館流通センターが15年契約で委託されている。地下1階。 地上4階の鉄筋コンクリート構造の建物で、敷地面積5887平方メートル、延べ床面積11659平方メートル。地下は64台分の駐車場、1階と2階のメインフロアが図書館となっており3階には事務室図書庫が、4階には自動箇書庫がある。図書館の他ホールや、 集会施設と一体的に運営されており、原子爆弾の被災後に救護所として使用されていた場所であることから、建設に際して市から条件として提示されていた救護所メモリアルも併設されている。図書館とコミュニティ施設と救護所メモリアルは、建物全体を1階で十字に分割する通路、クロスロードで隔てられ、内部でそれぞれが独立した構造になっている。55万冊収容可能な 自動化食を備え、蔵書収容能力は全体で80万冊となっている。閲覧室の座席数はスツールを除いて380席。蔵書には IC タグが付けられており自動貸し出し機や盗難防止のゲートのほか、計画時には日本初となる予定であった自動仕分け機を設置している。建物の全面はガラス張りで、緑化ルーバーという植栽ポットを設置して、 イカカズラなど3種類のツル植物を植えてある。屋上の一部も緑化されているほか、太陽電池も設置されている。公共建築協会の第13回公共建築賞優秀賞を受賞している。ありがとうございます。